どうも、ユニです。今年もですね、11月25日金曜日から12月1日木曜日までの7日間、Amazon のブラックフライデーセールが開催されます。ということでですね、今回は Amazon のブラックフライデーセールが始まる前にセール対象商品として発表されている商品の中から、特にね、注目している商品っていうのをまとめてご紹介していきたいと思います。以前の動画では、ブラックフライデーセールでさらにお得に商品を購入するための攻略法っていうのも解説していますので、そちらの動画もぜひね、見ていただいて、ブラックフライデーセールに備えていただければなと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思います。まずはセールの定番 Amazon デバイス関連の商品から紹介していきます。まずね、 Fire TV Stick と Fire TV Stick 4K Max ですね。もう毎回セールで大幅に値下がりするこの2つの商品ね、今回もセール対象商品としてすでに発表されています。セール価格が今現在まだ発表はされてないんですが、去年のブラックフライデーセールでは Fire TV Stick が2480円、 Fire TV Stick 4K Max が3980円で販売されていました。で、去年のブラックフライデーセールから、ちょっとね過ぎて、今年のプライムデーですね、大型の Amazon のセール、プライムデーでは Fire TV Stick が1980円で、 Fire TV Stick 4K Max が3480円という価格で販売されていました。今回ね、ちょっとどこまで値下がりするかまだわからないんですけれども、プライムデーとね同じくらいの価格帯を期待したいなというところですよね。Fire TV Stick はね、本当に僕ももう4年間ぐらいね、ずっと毎日のように使ってるんですけど、本当にね、いいデバイスなので、まだ持ってない方はね、ぜひこのセールでゲットしてください。続いて同じく Amazon デバイスからエコーシリーズになります。まずこちらのエコードット第4世代の時計付きのスマートスピーカーになります。こちらがね、もうすでにセール価格発表されていて、今回ね、なんと4000円オフの2980円で販売されるっていう風にね、もう発表されてますね。で、さらにこれエコーデバイス初めて購入する方限定でさらに1000円オフ、1980円というね、価格で販売されるみたいです。この2980円っていうのは今年の7月に開催されたプライムデーと同じ価格になります。で、初めての方はね、そこからさらに1000円オフということで、エコーデバイスね、まだ持ってない方はね、ぜひこの機会に狙った方がいいかなと思います。続いてディスプレイ付きのエコーショー5ですね。こちらも今回なんと6000円オフの2980円、先ほどのエコードット第4世代と同じ価格で販売されることが決まってます。過去の価格を見てみると、去年のブラックフライデーでは3990円っていう価格ですね。で、今年のプライムデーで3980円っていう価格だったので、今回の2980円はエコショー5ね、過去一の値下がり率になるので、このね、ディスプレイ付きのモデル欲しいなと思ってる方は今回絶対買いですね。今回エコショー5だけじゃなくて8インチと10インチのモデルもセールで値下がりするということなので、そちらのね、大画面の方欲しいなっていう方はね、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。続いて同じくエコーシリーズからワイヤレスイヤホンのエコーバッツですね。こちらもプライムデーでね、かなり大幅に値下がりして話題になったんですけど、今回もね、同じ価格ですね、7000円オフの5980円で販売されます。7000円オフってすごいですよね。エコーバッツはアクティブノイズキャンセリングもついてますし、あとね、このアンビエントサウンドモードって言って環境音を取り込むモードもついていたり、これだけの性能のワイヤレスイヤホンが5980円で買えるってなかなかないので、ワイヤレスイヤホンを今ね、欲しいなと思っている方はこのね、エコーバッツ一択っていうぐらい買いな商品になると思います。続いてこちらですね、ポッピンアラジン2プラスというね、シーリングライトとプロジェクターが一体型になっているものですね。かなりね、人気商品なので、知ってる方もね、多いかと思います。こちらのモデルは前のモデルと比べるとストレージが強化されていたり、起動スピードが速くなっていたり、あとね、 Wi-Fi 6にも対応しているということで、より今までよりね、ストレスなく使うことができるかなと思います。こちらもね、価格まだ発表されてないんですけど、いくらになるのかちょっとね、期待したいところだと思います。そして同じプロジェクターなんですけど、ビューソニックのプロジェクター各種、こちらが最大 30% オフでセール発表されています。
今回このビューソニックのプロジェクターは製品によってセールの開始日と終了日がちょっとねバラバラになっているので、狙っている製品がセールになっていたらもうねその時にすぐ購入した方がいいと思います。全部の商品が12月1日まで、全部ね値下がってるわけではないので、ちょっとねそこだけ注意が必要かなと思います。ビューソニックのプロジェクターは結構種類が豊富で、高いモデルだと 4K 対応していて超短焦点で投影できるようなモデルもあるんですけど、もうちょっとね安いモデルだと 1080p の解像度でかなりね安いものもあるので、予算に合わせて選ぶことができるかなと思います。プロジェクターは結構値段に比例してこう性能が上がっていくっていうようなイメージがあるので、いいプロジェクターを買うならセールで安く購入した方がいいかなと思います。ものによってはね 29,800 円オフとかねかなり安くなるので、まあ、今回ね狙い時かなと思います。続いてこちらですね、 Apple の iPad ですね。2021年の第9世代のモデルですね、まあ、最新版は第10世代の今年発売したモデルがあるんですけど、まあ、一つね型落ちのモデルなんですけど、まあ、これがね今回セール対象として発表されています。まあ、Apple 製品はね1世代型落ちしたところで性能がねガクッと下がるわけではないので、とりあえずね iPad 欲しいって思ってる方だったらね全然型落ちとかでもいいと思います。 Apple 製品は今年ね結構値上げがあったので、値上げする前にね購入できなかった方は今回のねセールで狙っておいた方がいいかなと思います。続いてアンカー製品ですね。アンカー製品もね今回ね170製品様々な商品が値下げ対象として発表されているんですけど、まあ、ちょっとね今回は一部ご紹介していきたいと思います。まずねこちらのモバイルバッテリーですね。アンカーパワーコアエッセンシャル2万というね2万 mAh のモバイルバッテリーですね。かなり人気があるモデルです。価格もねかなり安くて、今回ねこれセールで3743円まで値下がりするということなので 25% オフで購入できるチャンスです。でさらにこちらのねポータブルバッテリーですね、アンカー757ポータブルパワーステーションというものも値下げ対象として発表されています。最近こういったねポータブルバッテリーの需要がねかなり高まってますよね。まあキャンプとかでもね使うっていう方も多いと思うんですけど、まあ1個ね持っておけばね災害時の備えとしてもねこう家に置いておくだけでも安心できるので、結構ねこれも狙ってる方多いと思います。通常16万9900円なんですけど、こちらも119,900円、5万円引きですね。で、セールになるとのことなので、狙ってる方はねチェックしといてください。そしてアンカーのね USB-C ケーブルですね。このシリコンの絡みにくいケーブルね、これねかなりね評価高いんですよね。で 100W の出力にも対応しているので、まあ、パソコンのね充電とかでも使えるようなケーブルです。こちらも今回ねセール価格1512円というふうになっています。続いてアンカーのモバイルプロジェクターですね。このねモバイルプロジェクターもねかなり最近人気高まってますよね。結構こう持ち運びが簡単にできて手軽に使えるプロジェクターということで、結構ね気になっている方も多いかと思います。69,990円で通常販売されているんですけど、こちらが 47,840円、 32% オフで販売されるということです。過去のセール価格を見ても今回の 47,840 円っていうのはかなりねお買い得になるかなと思います。そしてアンカーから最後ですね、ワイヤレスイヤホンも各種セール対象となっております。こちらのイヤホンも 12,980 円なんですけど、今回ねセールで 9,980 円で販売されることが決まっています。続いてゲーミングデバイスで人気のスティールシリーズから、ゲーミングキーボード APEX シリーズが今回セール対象として発表されています。価格はまだ発表されてないんですが、同じくゲーミングマウスの AirOX とかも今回セール対象になるとのことなので、まあ、キーボードとかねマウス類欲しいなと思ってる方はねスティールシリーズねチェックしてみた方がいいかなと思います。最近はゲーミングデバイスも、まあ、ゲーム用としてじゃなくて普通に仕事用としてね使うっていう方も増えてきてるので、まあ、家でこうねパソコン作業するっていう方はねこういったねゲーミングデバイスも結構ね、いいかなと思います。続いてギャラクシーから SIM フリーのスマートフォンですね、 M23 5G、 こちらねギャラクシーの国内向けとして初の SIM フリーのスマートフォンとしてね話題になりました。
ミドルクラスのスマートフォンなんですけど、まあ、価格がね4万円で通常販売されていて、ディスプレイとかもね 120Hz に対応していたりとか、結構ねコスパのいいスマートフォンなんですよね。お財布携帯に対応していなかったり、防塵防水非対応っていうところもあるんですけど、そういった機能をいらないよっていう方とか、まあ、ゲームとかね普段そんなにやらないっていう方はね、十分メインのスマートフォンとしても使えるかなと思います。過去のセールではね3万5000円くらいまで値下がりしていることもあるんですけど、まあ、今回ねどのくらい値下がりするかまだ発表されてないんですけど、こちらもねチェックしておいた方がいいかなと思います。そして同じくギャラクシーからタブレットですね、 S8 プラスとか S8 ウルトラなどもねセール対象として発表されています。ギャラクシーからはその他にもスマートウォッチだったりワイヤレスイヤホンのギャラクシーバッツなどもセール対象として発表されていますので、気になる方はねぜひチェックしてみてください。最後にスイッチボットから各種製品今回もセールで値下がりします。こちらのスマートリモコンのハブミニですね、こちらが今回3494円で販売されるということです。そしてねこちらの物理ボタンを押してくれるボット、こちらもですね今回3430円、さらにこちらのスマートロックですね、こちらもね1万1980円に値下がりするということなので、最近のセールを見ると、まあ、結構大幅に値下がりしてくれるみたいです。一番最初の方にね紹介したエコードットとかねスマートスピーカーと組み合わせて使うとね本当に家の中でね便利なので、ぜひねチェックしてください。はい、ということでね、ちょっとね紹介したい商品がたくさんあって駆け足になってしまったんですけれども、今現在ね注目している商品っていうのをまとめてご紹介させていただきました。本当はねもっといっぱい紹介したい商品いっぱいあるんですけど、もうセールが始まる前にねもう各自ぜひねチェックしていただきたいなと思います。そして最初にも言ったんですけど、別の動画でブラックフライデーセールをねさらにお得に楽しむための攻略法っていうのもね解説してますので、そちらの動画もぜひ合わせてチェックしていただけると嬉しいです。それでは最後まで動画ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が少しでも参考になったなと思いましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。